アムリトサルの黄金寺院ブルースター作戦は、アムリトサルにある黄金寺院に拠点を置いた執教過激派を排除するために、当時のインド首相、インディラガンディの命により行われたインド軍による作戦である。黄金寺院事件とも、この作戦は、パンジャーブにおける法と秩序の悪化に基づいて発動された。作戦の時期が遅いように思われること、 攻撃日の選択、重火器を用いた攻撃等に関する政府の理由については現在でも議論されている。作戦は戦車や装甲車両を含むインド軍部隊により実行され、祝教の宗教グループのリーダーであるジャルネイルシン・ビンドランワレも本作戦により死亡した。軍事的には成功したが、政治的には失敗であり、インド現代史においては、 前例のない行動であったと考えられている。軍隊による襲撃の影響、そしてその余波と緊張の高まりは、インド国内のシク教徒の殺害につながり、世界中のシク教徒も大混乱となった。インドでは多くのシク教徒が軍隊、公共機関を辞職し、政府により授与された賞を返還した。シク教徒の中には、 祝寺院の冒徳に対する復讐を誓う者が現れ、祝教とボディーガードによるインディラガンディ首相の暗殺につながった。ありがとうございます。